はい、キヌです。ナイトメアランドパート4を撮っていこうと思います。観覧車です。あ、ニューゲーム、いいえ、コンティニューのセーブデータから行くとちょうどそこから始められます。観覧車です。今回もざっと攻略は見てきたんですが、ほんとざっとなんでちょっと全然わからない感じですね。どこからかすすり泣く声が聞こえる。看板、看板、観覧車、赤、青、黄色を求めよ、全てはそれから。はい、ここの看板なんでしょう。フルーツフェア開催中、スタンプラリーも忘れずに。はい、楽しんでいきましょう。一応セーブしときましょう。まあ何も始まってないんで、もうほんとセーブする意味あるのかみたいな感じなんですけど、まあ、なんとなく始まったらセーブをしておきたいというこの、なんかチキンぶりですね。ここに水色がありますね。これ緑？椅子が壊されている。これは何だろう。これはクレープだろうか。食べないよ、食べないよ。誰もいないはずだが人の気配がする。それちょっと怖いですね。もうちょっと上に上がっ、これは何だろう。まるで血管のようだ。ほんとそんな感じですね。なんか鉄柱から血管生えてるって、なんかまあめっちゃ新しい感じですけど、ここには何もなさげですね。ちょっと操作がしにくいんですよね。え、なんだろう、なんだろう。人形落ちてる。人形が捨てられている。見て、とは背中に1って書いてある。え、なんだろう、怖い。え、やばい、怖い。ちょっとなんかホラー要素強めで結構ドキドキします。これなんだろう、これなんだろう。あ、なんか幽霊が。観覧車に忘れ物しちゃった。ママにもらった大事なおもちゃなのに。ねえねえ、私たちが取ってあげようか。取ってきてくれるの、嬉しい、ありがとう。僕が乗ったお部屋は D って書いてあったよ。 D ですね、 D D D 包み紙だ、くっついて見れない。うっすらと文字が見える。バツ、丸、バツと書いてある。バツ、丸、バツ。 D。 もうこれを覚えていれば完璧ですね。完璧です。あれ？あ、男の子いた。僕見たもん、骸骨の目が光ったんだよ。え、骸骨？骸骨ってどっかいました？どこにもいません。あ、あそこにもいる。でも骸骨いないよね。塗り絵の絵の具なくしちゃった。赤と青が欲しいの。代わりのもの持ってる？ん？持ってない、持ってない。ここに青あるよ。あとは、血管のところ、血管のところにありましたよ。あれ？この子喋りかけたな。ってことで、上に行きましょう。ねえ、とは、時々視線を感じることってない？え、そういえばある。トアの友達だったら出てくるわよね。ピエロのやつかしら。でも視線を感じるとかっていう次元の話じゃないですよ。あ、思い出、思い出、記録、記憶のかけら。いえ、一回だけ取り逃したのが痛いな。これで真、なんかこう真のエンドにたどり着けないみたいな感じになるんでしょうね、どうせ。なんだろう、なんだろう。忘れ物のカバンみたい。名札に RY って書いてあるよ。メモがある。観覧車は時計回りに進む。はい、なんか重要そうですね。 D が欲しいんですよね。 EFGD。 鍵がかかっている。あー、うーん、 F、 観覧車のゴンドロラ、ゴンドロラ、ラララ。ここはまだちょっと早かったようです。ちょっと一旦出て、
そうですね、ここはちょっと弟、わわわ、また見られた気がした。どこから、なんかやだな、あの選択肢がもうすでに間違っていて、実はバッドエンドの道にめっちゃ走ってるとか、そういうパターンなんでしょうか。1、この1は一体何なんだろうか。しかもキャハハハ言うのがまた怖いんですよね。なんもないですね。お、メニューが貼ってある。キウイ、メロン、トマト、イチゴ、バナナ、スイカ、桜、みかん。壊れたものこそ意味がある。あそこの椅子とか壊れてるけど、それのことかしら。え、なんだろうそれ。これ一緒ですね。ここは？これも一緒ですかね。どっちを見たのかわからなかったんですよね。壊れたものにこそ意味がある。ふんふんふん。ぬぬぬ？ねえ、とは、包み紙の下が気になるんだけど、めくってみる。うわ、なんかちょっと嫌な予感。あれ？テーブルが壊されていた。テーブルが壊されている。テーブルが壊されている。テーブルが壊されている。それだけですかーい。シロップがこぼれている。もうなんで片付けないのかしら。じゃあ、あ、レモンとブルーハワイだ。混ざり合ってこぼれてたみたいだ。あ、うん、そっか、椅子が壊されている。壊れたもの、椅子が壊されている。青いソースがぶちまけられている。はいはいはい。特になんか何もなさそうですけどね。椅子が壊されている。これぐらい最後ですかね。どん詰まりですよ。ちょっとセーブします。はあ、もうなんか怖くて震えてるかと思ったら、ちょっと寒いから震えてるみたいな感じなんですけど、まあ、実際でもやっぱこういうゲームを一人でやるとちょっと怖いですよね。ほんと誰かの視線を感じたりとか、スイッチ。え、怖っ。この柱もよく見たら、骸骨。ああ、目が光っていたよ。こいつのことだったんですね。なるほど。ここの柱が壊れていました。え、この目ってなんだろう。え、なんだろう。あ、目の方向に進むとかかな。あー、なんかそれっぽいですね。ん？どうなっているんだ。どこにも進めなくなったぞ。これは行き詰まるまでこっちですね。多分行き詰まってからこういう感じですね。いいこと教えてあげる。捨てられたものは負の力を持つのよ。なんだろうそれ。とりあえずこっちに戻り、行けるとこないですね。あれ、なんか戻ってきてません？これ明らか戻ってきましたよね。あ、こっちにも行けるんですね。あ、目の方向に行けると。こう、行けないですね。これ戻っちゃいますよね、女の子のところ。これじゃ意味ないんですよ。いろんなところに目があるけど、使うところって多分少ないと思うんですよね、目を。実は行きたいところは決まっていて、これだったんですよ。紙コップを手に入れた。そこの紙コップが欲しかったんですよ。この紙コップがないと、もうクリアも何もないみたいな感じですね。下に行けるのかな？あ、変えました。よかったです。すんなり変えれてよかったです。
で、この紙コップに液体を、あの絵の具を欲しがっていた男の子に赤い液体を入れ、あと青の液体ですね、とかどこの辺になかったかな、あったらこれですね、青いソースを手に、液体っていうかもうソースですけど、で男のこの子ですね、この子にあげ、あ見てなかった、制御室の鍵を手に入れた、あの観覧車のところですね、一応辺でセーブをしたいと思いますが、あセーブポイントどこだったかな、下、あこれ一応セーブしたいと思います、まあ、何があるかわからないんで、なんか選択肢によっては即死だったりとか、まあ風船がちょっと食らうぐらいだったら全然問題ないんですけど、ここに黄色の紙で丸×ですね、×丸×の D ですね、でまあ作業室に一直線に行きましょう。はい、ここにやってきました。で、ここかな？扉が開いた。中に入れるのかな？スイッチがある。これで観覧車を回せるようだ。これは、バツ丸バツだったので、丸のやつを押せばいいのかな？バツ丸バツ。もう一つ押そう。なので茶ですかね。おお、あ動いたっぽいですね。おもちゃ。どこからか声が聞こえた。ありがとうお姉ちゃんたち、これでお友達と遊べるよ。消えちゃった。この観覧車に乗るのは怖いな。トアの友達どうやって探そうか。もう用はない。あもう用はないって言われちゃいました。ここも開かないですね。物置、ここなんか一回調べた気がしますけど、 RY メモがある。時計回りに進む。あ、これもしかしてもう一回動かすとかそんなんですかね。あ、もう動かす必要はない。必要はないって言われちゃいました。ってことは戻りましょう。はあ、わけのわからないことばかりね。これが全部夢だったらいいのにね。あれ？おーい、とは。とは聞いてる？とは。え？とは。え？え？え？真っ暗なところに来ました。あれ？どこにいたんですかね？え？戻ってきた？いや、それは、いや、こっちも、えってなってますよ。とは。どこ行ってたの？探したんだよ。勝手にどっか行ったらダメじゃない。どうしたの？紅少女。青いピエロ。白い風船。頭がぼんやりしてよく思い出せない。何があったんだろう？何？かがあった。トアはもう何も思い出せなかった。え、これは多分バッドエンドです。何も意識せずにバッドエンドを回収しましたね。はい、ということでバッドエンド一回回収しちゃいました。
それではパートここで終わりにしたいと思います。時間もいい頃合いなので、それでは次回またあの続きからやっていこうと思います。何がバッドエンドだったのかちょっとわからないので、ちょっと調べておきます。それではまた次回お会いいたしましょう。それでは。